半分。ハロー YouTube。どうも、マサルです。今回は最新のコンパクト PC である OneMix3S のプラチナモデルの販売が Amazon でスタートしていますのでご紹介したいと思います。といっても現時点ではまだ予約を受け付けている段階で、実際に商品が発売されるのが2019年7月15日となります。この OneMix3 というシリーズ自体は毎年新製品が出ている小型 PC の最新モデルになります。中でも上位モデルの OneMix3S、さらにその中でも最もスペックの高いのが今回ご紹介するプラチナモデルとなります。まずはじめにこの OneMix3S プラチナモデルのスペックを紹介すると次のようになります。参考までに通常の OneMix3 のスペックも右側に記載しています。では OneMix3S プラチナモデルのスペックですが、CPU はインテルの Core i7-8500i、メモリは 16GB で、ストレージは 512GB。ディスプレイは 8.4 インチ。解像度は 2560×1600 ロット。バッテリー容量は 8600mAh で、OS は Windows 10ホームとなります。そして、現時点での Amazon での予約価格は約16万円となります。通常モデルの OneMix3 との大きな違いは CPU やメモリ容量で、まず CPU は、型番の最後に Y のつく低消費電力のインテルのプロセッサーの中ではスペックの高い Core i7-8500i となり、またメモリもストレージも通常の OneMix3 の倍の容量が搭載されます。その他共通の仕様としては4096段階に対応したスタイラスペンに対応し、ディスプレイを360度回転させてタブレットに用意して使うことも、もちろんタッチ操作にも対応しています。インターフェースとしては通常サイズの USB 端子が1つ、Type-C が1つ、MicroHDMI 端子が1つに MicroSD カードスロット、イヤホン端子も搭載しています。8インチとコンパクトではありますが、意外にもインターフェースは豊富になっています。欠点としてはやはり価格が高いところで、NEC 製の学生をターゲットとした同じようなスペックを持ったノート PC、ラビーノートモバイルの最上位モデルと同じ価格になっています。ラビーノートモバイルの方はキーボードサイズも通常のノート PC と同じサイズで、その配列にも癖のない日本語配列で、なおかつディスプレイサイズも12インチありますので、実用性がかなり高いノート PC となっていますが、今回ご紹介する OneMix3S の方は、以前のモデルよりは大きくなったとはいえ、ディスプレイサイズが 8.4 インチの上、キーボード配列もかなり癖のある配列となっていますので、実用的な観点からはあまり使いやすいとは言えませんが、あくまでこのモデルはコンパクトさが売りの製品ですので、実用性を目的に購入するというものではありません。この8インチというサイズで、なるべくスペックの高いノート PC が欲しかったという方にとってはおすすめの製品ですが、通常のモバイルノート PC として購入するのであれば、もっと他のモデルを選択するという方がいいかもしれません。ということで今回は OneMix3S の最上位モデルであるプラチナモデルの販売が Amazon でスタートしていますのでご紹介しました。なお、この動画の概要欄には、今回ご紹介した OneMix3S の最新モデル、それから先ほど話の中でご紹介した NEC のラビーノートモバイル、それぞれ販売ページのリンクを貼っておきます。詳細なスペックなど気になる方は、概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。